ミオントップバリューの糖質オフの痩せるおかずトップ3お伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、太る原因の糖質をカットしながら痩せるために必要なタンパク質をしっかり摂ることができるおかずが分かりまして、その結果美味しく食べながら痩せることができるんですよ。ランキング形式でお伝えしてまいりますので、ぜひ最後までご覧くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。今からお伝えしますおかずの痩せるポイントが3つあります。1つ目は糖質がオフであること、2つ目はタンパク質がしっかり摂れること、3つ目はこのような化学調味料、まあ書き方としましては調味料カッコアミノ酸などと書いてあるような、こういった化学調味料や人工甘味料ですね、糖質オフとかですね、ノンシュガーと書いてあるもの、こういった甘味料が無添加であることがポイントになってきます。なぜかと言いますと、まず太る原因はもうとにかく糖質なんですよね。そこに加えてタンパク質がしっかり摂れていないと痩せ体質になることができないからなんですね。プラスこういった化学調味料や糖質、まあ、ゼロなどと書かれているその人工甘味料がですね、入ってしまう、入っているそういった食材を食べてしまわれると、あなたのその腸内環境が悪くなってしまって、結果痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が増えない、まあ、その環境悪くなってしまうってことになるんですね。なのでポイントは糖質がカットされていること、タンパク質がしっかり摂れていること、そしてこういった添加物がないものということになるんですよ。それでは早速ランキングに入ってまいりましょう。糖質オフ痩せるおかずの第3位はこちらです。イオントップバリュー骨取り鮭の塩焼きです。こちらはですね、原材料名が、サーモントラウトですよね、まあ、いわゆる鮭ですと食塩のみでも完全無添加になっています。でお値段はですね、1パックあたり、こちら鮭がですね238円でした。でこちらが 10g あたりのエネルギーが 17kcal、 そしてタンパク質が豊富で 2.2g、 そして気になる糖質炭水化物はゼロです。もうこちらのおかずは先ほどお伝えした痩せるポイントがもう全部クリアしておりまして、またもうあの食べきりサイズでもう電子レンジでもう40秒でチンでもいいですし、あのまあ湯煎でね温めていただいても OK になるんですよ。でこちらはですね、そうですね、脂質が 0.9g というか、まあ、若干入っておりますけれども、まあ、この鮭の塩焼き一切れが約、まあ、45g という形になっておりますので、そのあたりはまあ計算しながら召し上がっていただくと良いと思います。ではどんどん参りましょう。第2位はこちらです。島ホッケの昆布干し焼きになります。トップバリューさんのまあブランドになるんですけれども、こちらがですね、原材料名を見ると島ホッケ、食塩、醤油に昆布エキスのみなんですね。こういった添加物がまあ無添加という形になっております。でこちらお値段がですね、月が298円でした。でこちらですね、気になるエネルギーと、炭水化物のお話なんですけども、 10g あたりが 14kcal、 タンパク質が 2.0g、 そして炭水化物は0でございます。もうとにかくですね、炭水化物ですよね、糖質はどうしてもあの太る元のもう生はになってくるんですよね。なので例えばその今まで体重がこう確率にこう増えてきていらっしゃったとしてですね、まあ、5キロ、10キロ、15キロとその分脂肪を溜め込んでいらっしゃるわけなんですが、その脂肪を燃やすためにはですね、やっぱそれをエネルギーとして使うためには以前のこの糖質を取ってしまうことで、もうエネルギーがここでこう補給されるわけですから、溜め込んだ脂肪をエネルギー源としてこう使う機会がないということになるんですよね。そうするとやはり、まあ、いくら食事制限を頑張ったとしても、きつい運動を頑張ったとしても、そのエネルギー源として常に糖質を取ってしまわれると、溜め込んだ脂肪をエネルギーとして、まあ、使う必要がないということになりますから、やはり腸内環境を整えて痩せ菌を増やして痩せ体質になるというそのベースプラスアルファですね、この糖質をいかにカットできるかです。
そしてカットするだけではなくって、代わりのタンパク質ですね、タンパク質がいかにそのこういったおかずでしっかり取れるかというのが痩せるポイントになってまいりますので、ぜひこの第2位のおかずもお役立てくださいね。ではどんどん参りましょう。第1位はこちらです。イオントップバリューの塩分 30% カット国産の減塩釜揚げしらすになります。こちらですね、1パックあたり 20g のかける2パックなんですけれども、お値段が揚げしらすが198円でした。でこのままもちろんね、召し上がっていただいて良いんですけれども、先ほどお伝えしましたそのタンパク質ですよね、さらにプラスアルファされると効果的ですから、例えば私は納豆パックありますよね、納豆にこのしらすを入れて、もうさらにここで糖質カットプラスタンパク質を取るということになるんですよね。でこちらが1パックあたり 20g に対してエネルギーが 17kcal、 そしてタンパク質が、ね、豊富なんですよ、 3.5g です。そして炭水化物はゼロ、まあ、イコール糖質がゼロという形になります。しかもこの塩分 30% カットですから、塩分が気になる方にもおすすめしたいと思います。原材料はこのイワシと食塩ですね、もう完全に無添加のものになります。さあいかがだったでしょうか。なかなかお食事工夫されていても、なかなかその体重がね落とすことがこう難しいという方は、まずはですね、ポイントはそのエネルギー源となる太る元の糖質を約1週間ぐらいはですねお休みしてみるというのも一つの方法になります。そうすることでそのエネルギーが入ってこないとなると、今まで体に溜め込んできた5キロ10キロのその脂肪をですねエネルギーとしてようやく体が使わなきゃということで動き出しますから、やはりその糖質からいかに上手に一回離れてみるか、そして体質が変わればまたどんどんですね段階を踏んで徐々にその糖質はもちろん取っても構いませんし、糖質といってもですねお野菜にも入ってますから、その完全に糖質が全く取れないということはねまずないです。ないので、とにかくその糖質の塊ですね、ご飯とかパンとかパスタとかうどんとか、こういったその単体で食べるというのをお休み一週間するだけでも、あなたのその体重の変化が出てくると思いますから、ぜひ上手にタンパク質を取りながら腸内環境を整えながら、でも糖質はカットしていくということを取り組んでみてください。今回はイオントップバリューさんで手軽に買える糖質カットの高タンパク質のおかずトップ3をお伝えしました。ぜひあなたのダイエットにお役立てていただけたら嬉しいです。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルはこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたがですね、もう心も体も明るく元気になっていただいて、そういった方を私は世の中にもういっぱいいっぱい増やしていきたいと思っております。ですので私このですねチャンネルを通じて毎日配信しておりますから、ぜひ聞き逃しのないように、こちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。ご登録いただきますと毎日私からの動画レターがあなたに届きますので、ご登録くださいね。またこのお話が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンやチャンネル登録をしていただきまして、どんどんご参加ください。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。